どうもボビーアートレザーのボビーです今日は10月22日ですね51回目のライブ配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、今日もですね、えー、大阪のボビー・アトレーザーのアトリエから、えー、ライブ配信でお届けしております。と、えーえー、ですね、えー、今日はですね、えー、秋晴れやったねんけど、若干、うん、大阪はですね、えー、天気が下り坂のようですね。うん、まあそれでもまああの過ごしやすい、えー、気候ではありますね。はい、あなたの街はどうですか？ でですね、えー、昨日、ね、配信50回を迎えてです,ですね、50回ということは、えー、まあ、毎日こんな感じで、えー、ね、できる時間を中,中でこうやって配信してるんで、えー、今日で51日目ですよ、ね、9月2日から。ね、1日から始めてかったやろうけどね、ちょっとキリが。あの あのなんかこう準備したり何やねんしょうって、えーね、こう2日からやからちょっと微妙なあもやっとはしてるんですけどねあの数える時にまあそれはそれで <laughs>、ね、今日はねあのタイトルはあ、えっとねあ「レザーとの出会いでよかったこと」ね思いつきです <laughs>、えー、なんかそんな感じでね、えー、思いつきで、まあ、タイトルつけました。 そうですね、もうレザーと出会ってですね、えー、よかったなと思ったことですねやっぱこう物に対してのなんかこうなんて言うの大切に思うことかな、うん、な,な,なんか特別な感じがしましたね、うん、魅力的やったしなんかこう何ていうのな革のね例えば財布を買った時にそれまではあビ,ビニールというかなんかそんなような感じだったけど。 ビ,ビニールじゃないななんかちょっとこう樹脂系な、うん、よく使っててでそれをずっと使ってたんですけどねやっぱり傷んできたら「あもうおまおやくごめん」っていう感じでねなったんですけどレザーのね当時ヌメ側のお財布をですね、えー、買ってねで育てていたんですよねでやっぱこうお日に日になんかこう汚れてく とは違うなあのでこう味が出てくるというかまあまあ見方によってはなんかあの初々しいこの肌色みたいなのがねあのキャメルになってくるんでねそれが綺麗なキャメルにならんだけどところが当たりがつくしで特に、えー、まあいまだにこうやっぱりジーパンをねずっと履いてましたし、えーうん、ポケットにね入れますからね。うん 擦れてねね苦労なりますから、ねうん、それでもまあ,あそんな感じで、えーあのー、いい具合にね育ててでもそこからヌメガに一時期ハマりましたね、うん、ヌメガのねベルトとかね <laughs> カ,バンカバンは買ってないかあウエストポーチやわ、うん、とかね使ってましたねずっと、うんまあ、ど,どれもねいい感じに育ちましたね腕時計もそうですしのベルトかな メの、ね、アメカジディショップで、えー、当時買ってね、うんまあ、まさかあそ,その後自分がこうなりわいにするとは当時はね思ってもなかったですけどね、うん、でまああの、まあ、ぶっちゃけ言うて黒がほんまは好きなんですよ茶色とか黒とかあちょっと色がついてる方が、あのー、なんていうのな深みが出るっていうか、うん、でだけどまあ当時はヌメガに。 使い始めの頃にはなんかこうちょっと恥ずかしいような感じなんかこう発色がものすごく A から浮いてる感じのねジ、えー、G、パンもええ感じでこなれてるのにベルトだけ新品のあのなんかほらこなれこなれ感がなかなか出へんからだからね、あのー、窓際でですねいつも干してましたね。うん なんかそういうふうな行為があ楽しいですしやっぱりこう愛着もその分湧くし何て言うのなそっから毎日まあ使うもんでしょで忘れた頃にはねあのいい感じに馴染んででやっぱりそれは他のものやったらもう,もうええわってなるんやだけどあのレーザーの場合はなんかこれもったいないなとかう、うん、これをずっと置いとこうかなとかあ,あのねこれをもう皮を誰かに あの譲ったりとかねそういうふうな感じでねそういうふうあなんかこう大切な気持ちっていうかあの、うんまあ、ちょっとやっぱりこうあのなんかこう格上な感じの、うん、意識っていうかねそのものに対する、うん、そういう感じの付き合いになりましたね。うん、まさかねそ,そっかのち自分がこういうなん作るとはね うん、それもあれですよあのー、よく服飾の方とかねやっぱり裁縫とか得意じゃないですか。でその裁縫からだんだんいろいろこう作っていって、まあ、まあレーザーももうやるよって感じでねいう方も多いんですけども僕の場合はですね実はあのー、小学生の頃からですね、えー、裁縫が。 得意じゃなかったですね <laughs>、うん、どちらかというとねあの不得意苦手な方でしたね。うん、まあい、ね、今もおミシンやら、ね、何やかんや使ったりはしないんですけどね。うん、一時期は見たけどおやっぱこう革ジャンとかこうな作りで始めてからいろんな服の構造とかがねすごい、えー、はまりましたね。でも シャツとかでもね、アイロンを当てる時にねいろいろこうしたらえ,え感じに当たるなとかここはカーブはこうなってるんやなとかなんかそういうディテールをですね <laughs> え感じながらね、えー、やってましたね。はい、ねちょっとこう絡みついてますけどね。 まあそんな感じでえーねもうあのレーザーとの出会いでも本当に人生を僕の人生を左右するぐらいのねあの突き動かされるようなもんでしたねもう本当にえ一枚のレコードとを聞いてですねとかラジオから流れる曲を聞いてレコーダーにすっ飛んでいったようなそんなような気持ちに匹敵するようなね思いにさせしさしてくれたのがそれもまあ ままあまあない,い,いい大人になって <laughs>、うん、そういうふうに思わせてくれたあものでしたねそれは、まあ、たまたま革やったかもしれんけど、うん、レーザーファッションでしたね、うん、そのもうィーズのロックファッションとかのビンテージの、うん、服でしたね初めて革ジャンを、ね、僕が買ったのはねちなみに、うんまあ、それがひょっとしたら革ジャンとの出会いかな、うん、あのずっとそれまでは あのねそんなに来てなかったからえとね当時アメリカ大阪にまあ19で18のねえ春に大阪に来てでその頃にまあまにいろんな人と出会うでしょあのまあ大阪の地元の方あの生徒ねあの学生にその時にまあ同級生とかと話するじゃないですかでアメリカ村っていうのがあるんやそれはあの 週,えー、週末フリマをやってるからそこでいろいろ買えるでまあまあ,あの買いやすい値段でええー、のがてそういえば、あのーね、学生の頃なんでねもう本当に一人暮らしでも、ね、なかなか大変やりくり大変やったからけどなんかこう毎日ね私服やしね毎日同じものばっか着ていくわけみかんしと思って当時教えてもらったの、まあ三診医療ですよ。 まあまあそれはそれを置いておいてで当時はあのアメリカ村今ね割と原宿というかねなんかちょっとほらあの賑わいを見せる感じでね賑ぎやかい街ですけど僕が来た頃はねそこまでなんかわっしゃいわ,わっしゃいわっしゃいはしてなかったんですねあのー、休日土日やったと思うけどにあのー 今フリマみたいな感じでね、あの万博公園でたまに、い、いがる、あのフリマやとみたいな感じで。ええ、駐車場とかで。が、まあ、当時はまだあったんで。そこにね、こう。あの、バンに。ね、あのハイエースみたいな車が止まって。で、まあ、だいたいジーパンと。か、カワ革ジャンとかをぶらさってるんですね。ええ、そんな感じ、なんかちょっと A2 ツーっね、みたいな。 みたいなやつ、ねうん、なんかええー、感じにやれたもう,もうほんまのボロボロっとなってやれた革ジャンがあってそれに一目ぼれして、えー、それをですね、えー、買ってね、うん、そっからもう毎日 <laughs> 来てましたねだからもう手放しもうそれはもう今手放したんですけど若い子にね、えー、か,かなりあの着倒して あの色がもう本当にもに特に背中なんかね、あのー、明るい色でしたねだけどその色ムラというかあ多分数十年経ってるんでしょうねもうよっぽどの、あのー、経年変化でしたから、うん、でそれをですねもう1枚の革ジャンをねずっと着てましたねもう年がら年中ね、うん、今まではちょっと重たいなという感じですけどね だ、うん当時これに出会ってなかったんやろって <laughs> あのディアスキーシャツにね <laughs> あったはずやのにねあ多分そういう時代あったんやろね、うん、ちょっとミリタリー系な感じでの音が多かったかなあとまあジーパンもあケミカルウォッシュのねあのスリムのねジーパンとかみんな履いてたけど、まあ、ほんまはあんまり欲しなかったんやけどねうんなんかそんな履いてね、うんまあ、レザーとの出会いは、まあ、そこからかもしれないしあ,んあのー やっぱこう着込んでいて良かったなと思うしねうんなんかこう風合いとか触り心地とかあのなんていうのなあ自分が愛せば愛すだけのに応えてくれるというかねうんそういう素材じゃないかなと思いますね。ん,んかぬくもりも感じるしやっぱりこうなんかうんロマンがありますね。でこう革ちゃんとかだったらこうしわも寄ってくるじゃないですかこの。 その自分だけのこのこね顔のしわはちょっとあれやけど <laughs> 服のしわ、ね、もちょっとあれやけどね革ジャンの,この腕じわは最高やなと思うしなんかこの,あの価値観が革ジャンになったら許せるっていうかジーパンとか革ジャンとかねあの辺は不思議なもんですよね。だ、うん、からまあまあそんな感じで、えー、僕は、まあ、あーレーザーとの出会いでね良かったことはね えー、そういうことですね <laughs> そういうどういうことやねんいい感じでまあこういうライトな <laughs> 薄口な <laughs> えねまああのお話になりましたけどねはいあ今日もいろいろご視聴いただきありがとうございますねまたあのアーカイブでねえー、ゆっくりご覧くださいまたあねお会いしましょうそれではバイボビーでしたじゃあね